はい、というわけでね、ついにファイナル第、6戦がやってきました。3連勝したんだけどね、まさかまさかの事態で2連敗してしまいました。そろそろ優勝を目指さないと最終戦になってしまいます。どうしよう。いきます。いや、これ負けたら3対3になっちゃうよ。どうしよう。絶対負けられない、絶対負けられない。秘密練習もしてきたしな、絶対勝つ。ただ今回相手のホームなんだよな。相手のインサイドを攻略できてないんですよね、ここまで。正直5戦何か対抗策を考えないと。よいしょ、ジャンプボール勝ったよ。さあどうする。さあまずはファーストフェンス、ここだ。来た、よし、よっしゃよし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 、やっといきなりやりたいことできた。いよいよ特訓の成果が出ている。山ごもりして特訓してきたんです。僕熊相手にドロップステップ練習してきました。人間相手には負けない。月のワグマ相手に練習してきました。少年漫画によくあるやつ。いか、お、お、お、なんか背中に当たった。ラッキー。見たか、これが山で特訓した背中ディフェンス。見たか。狙ってやったんですよ、今の背中ディフェンス。はい、4対0のいいスタートですね。あ、でもいつも序盤分かってんだよな。だんだんこのヤニスが牙を剥き始めてからおかしくなる。うめえ、うめえ、すげえ。あいつ褒めるしかできない、あんなんされたら。きた、あ、ああ、ちょっと、もうちょっと、もうちょっと落ち着いてパス出しなよ。今のはね、点取れてた。追いつかれました。あっさり追いつかれました。くっそ、やべえ。よし、ちょっと攻め手を変えてみよう。グリーンのとこから攻めてみようぜ。そういうパターンあったよね。きた、はい。いや、あ、あー、ちょっと今のはな、決めたかったな。でもすごいいいパス来た、すごいいいパス来た今グリーンから。よしよしよし。うわ、無理するなこいつ。待て待て、あー、よし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 。いよいよ、さあまた2点リード。さあ、うわー、スリーがうめえ。ミドルトン、こいつ、こいついつもスリー決めてんな。逆転された。まあしょうがないしょうがない、スリー入ったのしょうがない。いいよ、いいよ、はい、いいパス。え、マジで。うわ、マジかよそれ。あいつとんでもねえわ。エディ抑えながらあれやんの。お、どうやらファウルもらったみたいだね。さあ1点追いついて、1点リード。よし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 。本当にやばい、あいつ1人で3人分ぐらい活躍してる。ヤニス守るべし。はい、ディフェンス OK。はい、リバウンドも OK。 こいつ相手ならいける。特訓してきた。はい、よっしゃー。よしよし、ブルロベとヤニスに疲れてなければいける、いけるぞ。ここだな、ここ徹底的に ついていこう。徹底的に、それしかない、それしかない。もうどんな卑怯な手段でもいい。卑怯じゃないんだよな、相手のウィークポイントつくのは当たり前なんだよ。いや待て待て、お前ミドルトンにスリーフリーで打たすなって。お前らしっかり守れ。オフェンスばっか頑張るんじゃねえ。いいよ、いいよ、さすがコールドウェルポープ。俺がついてる限りはヤニスには絶対やらせん。しがみついてでも止めてやる。あ、いか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 、や押しちゃったよ。そしてめっちゃ押しちゃったよ。スルスルって入られてさ。でもやられるぐらいならファウルでいい、やられるぐらいなら。はい、同点になってしまったようです、次の出番の時には。まあいいよいいよいいよ。オフェンスリバウンド、あ、スリー入った。よし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 。ヤニスがいないから絶対に守りたい、守りたい。ブルロベとロビロペが出てる。あ、ま、マジか、止めろ。あー、マジか、中に入られてた。また逆転された。やり返したいな。頼む、ボールくれ。来た、押して、押して、よし、押せる。OK、 よしよしよし、この角度は得意な角度だ。 OK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 。さあやられたらやり返してやる、倍返しだ。あのこれちょうど第1回があった翌日にあの撮影してるんですよ。キング自分使ってください、やりますよ。はい、4点目、倍返しだ。とにかくヤニスがいないうちに点差つけるぞ。10点つけるぞ、10点。頑張れ頑張れハワード。いいよいいよいいよ、今のは苦し紛れの3打たしたハワードの勝ち。あ、無理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 、こんなとこでボールよ渡されても無理だよ。
ドリブルできないマンなんだから。よこせよこせよこせ、来た、はい、シンプルにシンプルに、あーでもハワードが取って、よこせよこせよこせ、俺が決める、任せろ、よしよし、いけるぞハワード、俺たちならやれる。いいよ、 AD なんかいらねえんだ、俺たちで体張ってこうぜ。やっぱね、体の厚みよ、厚み、ディフェンスもオフェンスもこういうことなんだよ。あんなな、怪我しがちな AD じゃやっぱりファイナルにはついてこれねえんだ。ああつまねえハワード、よし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 、ありがとうハワード、ボールやるよ、これ大事に使えよ、大事に使えよ、貴重なボールだからな。あんま来ねえからな俺たちにボールな。よし来た、次はロビロペ、次はお前も倒してやる、押して押して押して、はい、ドロップからのシュート、ダメか、まあ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 落ちることはある、守ろう、しっかり守ろう、ヤニスいないんだからね、落ちろ落ちろ、あーうめ、あ相談してる相談してる、話し合っていこう、しっかり話し合っていこう、ごめんディフェンスざるいんだよとか言われてたのかな、可能性はあるな。よしディフェンスディフェンスディフェンスな、とにかくディフェンスだ、足速い足速い、ちょっと無理だよ。多分僕このコートで誰よりも遅い選手なんですよ。全然ついていけんかった、ちょっと待って、ミスマッチにも程があるよ。 AD 頼む、ヤニスじゃないよマッチアップ、今決めろよ、今決めねえでいつ決めんだよおめえよ、うわー逆転か、逆転だ、いやダメだ、 AD が本当にダメだ、今日 AD が本当にダメだ、やばい本当にやばい、どうしよう、10得点7リバウンドなんですけどね僕ね、0アシストです、でも、まあ、まだまだ2点差2点差、7点差とかにされるのを やめよう、避けよう、あマシューズの3が落ちろよ、落ちてくれた、ありがとう、頼むグリーン速攻決めてくれ、何でもいいから2点頼む、完璧に防がれてるけど、ファールもらったなら2点決まるだろう、 AD もフリースローじゃないと点取れないマンになりつつあるな、2投決めてね、そしたら同点だよ、同点だよ、はい、よし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 、同点、いいよ、いや、こっから先はヤニスの足引っ張って掴んで止めた方が勝つ、あもうロペスじゃないんだよな守るべきは、あとミドルトンのスリーも怖い、これは落ちる、これは落ちる、うそー、今度はスリー決めてきたんだけど、あいつ行かれてるんだけど、マジで、まあ、10点決まったわけじゃない、変わらない2点だ、無理すんな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 、任せとけ任せとけ、俺任せろ任せろって、使え俺を使え、決めてやるから、あーすいませんでした、スピード速い選手がつかないと、あー頑張れロンド、おロンドが止めた、ヨニスマジで、あここだここだ、キング行ってください、大いよいよいよ、あと1点あと1点あと1点、もうとにかく外からはある程度打たれてもしょうがないや、ロビロペも、あ違うブルーロペ、ブルックロペスもヤニスも、キングもう一回お願いします、無理かな無理かな、いけるかな、いける、よっしゃ逆転、よしディフェンスリバウンドがしっかり点につながった、これあれだ、ディフェンスリバウンド取ってキングに投げるタッチダウンパスのやつだこれ、久々に久々に黄金パターン蘇ってきたな、シーズンの序盤にやってたやつ、これよこれよ、もうとにかくインサイドでダンクされないように、ヤニスにいいようにやられないように、あ外から打たれる分にはいい、しっかり防ぐ、はい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 、いよ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 、今完全にブルロペフリーだったんだけど、ヤニスをフリーにするよりはいい、今のでいい、今ので、今のでミドル打たれたもしょうがない、もう割り切ろう割り切ろう、ある程度やられてもいい、さあ、はあベンチに引っ込んでる間に11点差になってる、俺の頑張り見てたのかあいつら、ベンチメンバー大活躍、キングお願いしますフリーですよ、ミドル、あーダメか、結構ああいうシュートうまいんだけどなキング、オッケー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 、じっくり行こう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 、キングじっくり行こう、キングキングじっくり行きましょう、無理無理です無理です、キング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 、もう一回渡すんで、はいどうぞ、ゆっくり行きましょうゆっくり行きましょう、スクリーンかけるんでゆっくり行きましょうゆっくり行きましょう、かかってないかかってないやつ、カズンズ、あーさすがオールスター、守ろう守ろうしっかり守ろう、あースリーかよ、10点差10点差はキープしたい、10点差はキープしたい、
よし、いける。よっしゃー、逆パターンも磨いてきたのだ。いいぞ、イリアソバ相手になんで、こいつ。よし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 、落ちた落ちた落ちた。クズはここだここだよ、お前が行くの。あー、ダメか、すまね、パスが良くなかったっぽい今のは。よしよし、12点差で第3クォーター終了。さあ、だただ敵地だよな、12点か。でも勝てる可能性はある、勝てる可能性はある。しっかり決めるべき時に決めれてる。さあ、あとはちょっとじっくりじっくり、一本ずつを大事にいこう。だからいつの間にかガタガタっとやられないように、しっかりヤニスを守って。ハワードに出してもな。おお、キングください。はい、オッケー。はい、ファールもらいました。いいよいいよいいよ、いいとこにポジショニングできた、今のはよかった。で、入んないのがもうバレてんだよな。まだ一投も入れてない。よし、これは入る。え、いやー、マジかよ、本当に。ダメだ、フリースロー本当入れられない。切り替えていこう、切り替えていこう。もう入んないんだったらしょうがない。ディフェンス頑張ろう、ディフェンス頑張ろう。ヤニスにやられないこと。とにかくヤニスにやられないか。あー、まずまず、スクリーンかけられてる、スクリーンかけられてる。これ入んない、これ入んない。うまいな、うまいな。ここ止めたいな。リバウンドが。よし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 、いいよ、いけ、クズマ、ダンク、いいよ、クズマ、クズマのいいとこ出た。いいぞいいぞ、いいよいいよ、それだよそれだよ。トランジションで攻めよう。しっかり守られて決められないんだったら全部取るから、ディフェンスリバウンドはしっかり取るから、頑張って。全部は無理だけど大体取るから。よし、オッケー、よし、もう一丁グリーン、いけ。あー、ちょっと無理かな、ちょっと無理かな。いいね、いいよ。さあ、第4クォーターに入って、トランジションからのオフェンスがめちゃくちゃうまくいっています。速攻から立て続けに4点。勝てるぞ、勝ちが見えてきたぞ。14点差だ。ヤニス足速え、こいつついていけねえ。はい、 OKOK、 34番 OK。 リバウンドリバウンド、はい、あ、よし、いいよ、ハワードいいよ、誰でもいい、俺のスコアじゃなくていい。無理すな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 。クズもこういう時ふわって打っちゃうからダメ。一回キングに戻しましょう、こういう時はね。スクリーンかけて、キング、ここです、ここです。はいはい、うわなんかとんでもないやつ飛んできた。マジかよこいつ。 AD 守ってくれ、ヤニス守ってくれ。はい、よし、2人がかりでサンドイッチにしてやったぜ、バカめ。俺たちは1対1じゃ勝てねえが。はい、来たー、キング。さあ、もう僕15リバウンドです。リバウンドの鬼。しっかり敵のシュートをこうやって落とさせればリバウンド発生するんですよ。ディフェンスリバウンドしっかり取ればそこのチャンスも生まれる。ディフェンスを頑張らなきゃいけなかったんだ。とにかくヤニスにうまくやられすぎてたから、ここだったんだ。オフェンスじゃなかった、頑張らないといけないのは。ディフェンスだった。もう外からのシュートはもうある程度捨てて、全部が入ることはないから、入っちゃったらもう負ければいい、もうしょうがない。はい、来たー、ミスマッチですよ。はいはい、オッケー。見逃さないぜ。あと 16.2 分、勝利が見えてきた、やっとだ。いいよいいよ、そんなのいいよ、それはしょうがない。ちょっとディフェンス崩れてたからタイムアウトですね。あ、プレイヤーオブザゲームだ今日、マジかよ、ファイナル第6戦でついに。あ、このリバウンドからのタッチダウンパスが認められてたみたいだ、ハイライトでめっちゃ出てくる、すごい。じっくりいきましょう、じっくりいきましょう。僕はボール持ってると取られちゃうんでやめましょう、ボール回しに参加するの。体だけ張ってよ。うわー、いいねいいね、ロンドいいよ、いいスクリーンだった。なんか、なんだろう、初心に帰ってる気がする、最後の最後にして。しっかり体を張ろうとか。なんか特殊な技術とかそういうことじゃない。リバウンド、はい、オッケー、リバウンドなら絶対取れる。ヤニスに唯一負けてないところリバウンドですからね、でかさと。いいねいいね、
相手も浮き足立ってきたぞ。いや、グリーンがいいパス出すんだよな、本当に。うちのガード優秀かもしれない。あ、あ、後ろから、後ろからブロックしてる。やるじゃん。よし、よこせ。はい、軽いね。よいしょー。決勝点です。7秒で6点は、7秒で16点は取れまい。さあ、4、3、あ、諦めてる、もう。よし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 、1。きたー、勝利、ファイナル勝利しました。優勝しました。苦しかった。本当に苦しかった。連続で。オーバータイムで負けた時はどうなることかと思ったが、敵地での勝利か。できればホームで勝ちたかったけど、まあしょうがないね。勝ちゃいいんだ、勝ちゃ。全てを手にするからな、ファイナルで勝ったやつら。俺たちが全米チャンピオンだ、世界チャンピオンだ。ああ、泣いてるよ、ブレッドソー。さあ、そしてファイナルのハイライトです。キングが本当に躍動してた、速攻の時に。走ってた、よく走ってた、年なのに。AD は正直ちょっと大したことなかった。相手が悪すぎるんだよな。来たー、なんとかなんとかトロフィーです。いやー、嬉しいな、これ。いいですね、嬉しいな。さあ、優勝ハイライト。ハイライトじゃないな、なんだろう。あ、泣きそう、カズンズ。苦労人だからな、気持ちはわかるよ。はい、僕、16点、17リバウンドでした。すごい。自分が NBA チャンピオンだと分かった最初の瞬間のことを教えてください。すごかったよ、チームを誇りに思う。いや、俺たちチームメンバー結束してた、正直。みんなができることをやってた。はい、NBA チャンピオンに輝きました、ローサンゼルス・レイカーズ。67勝15敗。シーズンね。圧倒的首位からの苦しみやしたもののファイナルが出ました。あ、なにこれ？あ、優勝パレードだ！うわぁ！すごい客いる！いやぁ、なんか、やばい。感動するかも。嬉しい。なんで音ないんだろう。お、連打でファンを獲得できるらしい。おらぁ！俺のファンになってくれ！おめぇら！あれ？二人いね？二人いない？右端とさ、右から4番目ぐらいに、あれ2人いないか？あれ気のせいかな？あれ?2 人いる気がする。なんか2人いないか？右端とさ、右から4番目。あれあれ？なんか2人いた気がする。おかしいな。さあ、これから表彰式があるのかな？ひょっとして。表彰式はもう終わってるか、会場で。セレモニーか、セレモニー。このエネルギーはすごいよ。手短に言わせてもらうよ。いいね、みんなに知ってもらいたいんだが、この瞬間がより一層格別なんだ。嬉しそう。1年目でチャンピオンだもんな。なんで僕が仕切ってるんですかね、新人なのに。これキングがやるんじゃないんですか、本当は。すいません、キング。あ、キングはもう若手に譲ってくれてるんだ、きっと。今ここで宣言しよう、来年6月また戻ってくるぜ。今シーズンの MVP、シーズン MVP だね。ヤニス・アテトクンポでした。まあ、すごい大活躍だった。ファイナルでも。ファイナル MVP もこいつなんじゃねえかっていうレベル、正直。そしてルーキー・オブ・ザ・イヤーは、なんと僕ではなく、ザイオン・ウィリアムソンでした。まあ、しょうがないね。これはしょうがない。こいつはもう何十年に一人の逸材って言われてるんですよ。オールルーキーファースト。来たーやったーハヤト・サツマ僕入りました！オールルーキーファースト。ファーストですよ、ファースト。ザイオンやモラントといったね、超優秀なルーキーたちに混じって、僕入ってきました。センターポジションで選ばれたようです。いや、これは本当に立派なことだと思います。まあもちろんルーキーオブザイヤー取りたかったけどね。しょうがないね。はい、そしてファイナル MVP は、我らがキング、レブロン・ジェームスでした。はい、というわけで、2020年シーズンが終わりました。フリーエージェントになりますか？それとも現在のチームと再契約のことを検討しますか？僕はフリーエージェントになります。もうレイカーズではやることねえだろう。じゃあな、キング。さあ、オフシーズンムーバー、僕が抜けたところに、あ、そうだそうだ、思い出した。やばいぞ、これ、これやばい。あの、僕が言ってたんですよ、コーチに。あの、もっとビッグ、もっとビッグマン集めようって言って、イバカとドラモンドとホワイトサイドっていう3人のビッグマンが
レイカーズに入りました。これで、まあ、僕は抜けるんで、イバカ、ドラモンド、ホワイトサイド、カズンズに、ハワードに、AD に、マギーだ。マギーに、もう、すごいです。センターできる選手何人いるんだよっていう、スーパービッグマンチームです。やばいぞ、これ。超スーパービッグラインナップ。あ、カズンズが抜けてますね、そして。どうやら。カズンズがアトランタホークスに、出て行ってしまったようです。残念だなぁ。まあカズンズ抜けてもね、イバカとドラモンドとホワイトサイドいれば、インサイドは足りますからね。足りるっていうか、余る時代に逆行してる。さあ、そして、どこに、移籍するかをどうやら選べるようです。どこに行こうかな。僕はウォーリアーズに行こうと思います。王朝を復活させてやろうじゃないか。ウォーリアーズに行って、王者ロサンゼルスレイカーズを倒します。はい。というわけでね、今回ここまでにしようと思います。ついにね、1年目、ファイナルまで行って、ね、苦労したもののファイナルで見事優勝することができました。長かったですね。最初はね、1回ぐらいで終わりの動画かなって思ったんですが、長くなりました。でも楽しかったです。非常にね。今回をもってね、僕の NBA 動画は一旦最終回という形になるんですが、またね、機会があれば、2K21 とかやるかなと思うので、またね、どこかでお会いしましょう。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。